ンポン。あ、手紙かくる。手紙ってそんな直感的に感じるものなの？ヘニヘニ。うわ、なんか来た。うちはいつも伝書バトを使ってます。手段古すぎ。てか、こいつはハトだよね。お待ち。うわ、喋った。うわ、効果音最低。ふむ、誰からの手紙ですかね。お前も動じねえな。あ、1年後の私から手紙が来ました。はあ、なんやそら、いたずらか。何ですかね。とりあえず読んでみます。おう、1年前のは地球。一人称どうした。あなたがこれを読んでいる頃には私はこの世に複数いるでしょう。お前分裂してんの。そっちの私は今ボイスロイドのクイーンに慣れてますか。なんやねんクイーンって。てか未来のお前が慣れてねえなら慣れてねえだろうがよ。わかりづれえボケやめろや。これを言うとあかりちゃんがわかりづれえボケやめろやとか言うと思うので、爽やかに笑いながら腹を揉みましょう。はは、もみもみ。1年後の未来を語りましょう。お、ええやん。私はすくすく成長し、スーパークールビューティーの超絶クソクソエリートになってます。クソが2回入ってたけど大丈夫。ついのちゃんはそんな変わってません。写真を送ります。おう、どれどれ。いや、ドリル強化しすぎだろ。てか周りにいる奴ら主張強すぎんだよ。わきまえろや。あかりちゃんはシンプルにデブった。ほんまに何やったんや、あの手紙。私のいたずらですけど。おい、てめえ、衝撃的だったでしょ。まあせやけど、正直冒頭の電車バトが一番衝撃やったわ。